スキージャンプのレジェンド、葛西紀明、51イコール土屋ホームイコールに新たな勲章が加わった。17日、札幌市内の同社でギネス世界記録公式認定賞授与式が行われ、2つのギネス世界新記録が認められた。写真、葛西紀明、愛娘を抱っこ、パパの顔、葛西は3月22日の W 杯プラニザ大会。 スロベニアフライングで29位となり、51歳290日の W 杯最年長ポイントを獲得。さらに、2017年3月26日の W 杯同大会3位で樹立していた44歳293日の W 杯最年長表彰台記録も、ギネス世界記録公式認定員から新たに新記録として認定された。はすでに W 杯個人最多出場。 今年3月に569試合から578試合に更新など5つのギネス世界記録を保持しており、この日で合計7つに。大リーグ年間最多安打262本など7つのギネス世界記録を作った元マーリンズのイチロー氏と並んだ。会見に臨んだ葛西は5年前に建てた自宅の玄関の壁に5つの認定証を飾ってあるけど。 もう飾る場所がないと笑いつつ世界的に有名なイチローさんと並べたのはすごいことだと思う情熱信念を持って戦ってきた結果8個目も目指していきたい世界選手権五輪だけでなくイチローさん超えも目標の一つに加えた葛西のギネス世界記録冬季五輪最多出場8回 冬季五輪ジャンプ最年長メダル41歳256日 W 杯最年長優勝42歳176日 W 杯個人最多出場578試合世界選手権ジャンプ最多出場13回新規認定下向き黒三角 W 杯最年長表彰台44歳293日 下向き黒三角 W 杯最年長ポイント獲得51歳290日。